そして36歳の今年、2冊の小説で怒亡の石文学賞を受賞しました。長谷川修平氏は自作の中で次のように語っています。僕らは孤独を、他人の孤独も自分の孤独をもそっとしておいてあげる勇気がなきゃいけないんだ。すごく我慢のいいことなんだよ。これは若者たちに対する限りなく優しいメッセージだと思います。やっぱり絶対に彼は保守的にならないというとこね、一箇所にとどまらないというのかね、その態度自分を壊すでしょう。で、自分を壊すって一言で言うけど本当はすごく恐ろしいことだと思うんですけどね、彼はそれをすごくやりますね。今の日本の芸術家ではあの人ほど破壊、自らを破壊し作り破壊し作りする人は珍しいんじゃないでしょうかね。